私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンスへの平野仕様、いつかは目だけで女性を虜にしたい。ツートンカラーのスーツで登場した彼は、高速回転しながら写真を撮ってもいいですかと聞かれ、にやりと笑った。魅力の強さが印象的な CN に仕上がっているが、5日目だけで女性を虜にできるようになればと思っています。と言うと、吸い込めるのかな？おつむの方は弱いと自覚しているので、そちらの方を勉強していけたら、と見据えた。また今年の夏にしっかり見ておきたいことについては、KNG&PRINCEが全国ツアー中ですので、ファンの方の顔を一人一人見ていきたいなと思います。と笑顔を見せた。イメージキャラクターに就任した平野は、新商品のイメージである滴るレンズの世界観を体現した青と白のスーツで登壇。髪の毛もウェットにして全身で滴るを意識しましたとコメントした。 KNG&PRINCEの平野仕様が29日都内で行われたウォシュロムアクアロックスワンデー UV 新 CM 発表会に出席した。商品をイメージした青と白の特徴的なツートンカラーのスーツで登場。平野は朝現場入りして初めて見た時は斬新だなとびっくりしたんですけど、この新商品のキャッチフレーズの滴るにぴったりの衣装と笑顔を見せた。視界からしっかり滴っている感じがしますと褒められると、平野は僕も着ながら滴っている感じがしますと応じていた。またその場で一回転を求められると取れますかねとにやりとしながら高速ターン。会場を笑わせると、ゆっくり回りますね、と回転し、無数のシャッター音に平野は、とっても恥ずかしいです、と赤面していた。平野の目が、水が滴っているかのように魅力的であり、同商品の訴求したいイメージと合致したことで、今回の起用が決定。商品特徴を表現すべく、平野に水が滴る状態で撮影された CM は、9月1日から放送開始となる。平野の目が、水が滴っているかのように魅力的であり、同商品の訴求したいイメージと合致したことで、今回の起用が決定。平野はいつかは目だけで女性を虜にできるような男性になれたらいいなという夢は持っていますとにっこり。すでに叶っているのではとマックから水を向けられると、平野はまだです、まだまだですと苦笑い。おつむの方が弱いと自負しておりますので、そちらの方だけは勉強していこうと思いますと自虐を交えながら宣言していた。商品特徴を表現すべく、平野に水が滴る状態で撮影された CM は9月1日から放送開始となる。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。仕様さんのボシュロムの CM 嬉しい。残念なことに私は視力がめちゃめちゃ良くて裸眼で 2.0 です。コンタクトしてる人少し羨ましいなぁ。滴る瞳になりたい。5日目だけで女性を虜にできるようになればと思っています。ナイスなコメント、ありがとうございます。しおさんにもう感落ちしてます。超イケメンなのにこの感性が大好きです。キング&プリンス全員大好きです。5日目だけで、すでにかなりの人が虜になってますよ。早く見たいな音符 CM。まずは、今日放送のバスサンドが楽しみで仕方ないです。しおさんの目は大きくて綺麗で水が滴っているように魅力的です。コンタクトレンズの CM 嬉しい。いつかは目だけで女性を虜にできるような男性になれたらいいなという夢は持っていますと、にっこり。かわいいご謙遜をありがとうございます。また、しおさんは、まだです。まだまだです。と、自虐的な苦笑い。謙虚な姿勢はキング&プリンスへの5人全員に共通です。ファンに寄り添ってくれる姿勢は本当素敵です。キング&プリンス大好き。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。